これはこれは久しぶりでございます。半年ぶりぐらいですね。こんにちは、狭山市立博物館のイリサです。イリソでなくてイリサです。博物館が行く文化財巡りの第6回は、江戸時代に行われた狭山の神殿開発について、また前後編2回にわたってご紹介したいと思います。狭山市内にはですね、現在でも神殿開発当時の区画や景観が残っている地域が多くあります。前編では入曽地区にある水野の神殿開発についてご紹介したいと思います。神殿開発とは一体何だったのでしょうか。関連する文化財とともに見ていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。今回入曽さんは狭山地域の神殿開発について、関連する文化財や地域を巡るようです。まずは狭山市堀金にある堀金神社に向かいます。堀金神社に来ました。この神社の創建年代などは不詳ですが、社殿については、松平信綱という江戸時代初期の川越藩主に命じられて建てられたという記録が残っています。またいくつか指定文化財もありますが、その一つをご紹介しましょう。埼玉県指定文化財堀金の井、七曲りの井と同じく舞舞の井戸の遺跡です。江戸時代宝永5年1708年の碑がありますが、いつ掘られたかは不明です。一説によると、この井戸は七曲りの井と同じく平安時代にはすでに存在していたと考えられています。さて、堀金の井と水野の神殿開発の関係ですが、実はその出発点がここでした。今から350年以上前、当時の川越藩主松平照綱という人物がこの地を訪れるところから壮大な開拓事業が始まります。寛文5年1665年、当時川越藩主であった松平照綱が鷹狩りにこの地を訪れました。当時この地域はまだ人の手が入っていない原野が広がっていました。松平照綱が堀金神社で休憩した際、野崎案内人である牛久保金左衛門という堀金村の名主にこの地域の開発を命じたと言われています。江戸時代までなぜ人の手が入っていなかったかというと、それは狭山市の地質に関係があります。狭山市の南側、第一側の地層は河川由来の石や砂利などが数十メートルから100メートル以上の厚さで堆積し、その上を火山灰由来の関東ローム層が覆っています。これはとても水通しがいい地層で、雨水などは地表にとどまらず、すぐに地下深くまで浸透していってしまいます。冬場には近くの不老川の水が干上がってしまうほど水に困る土地でした。その結果、江戸時代の初期までこの辺りは人の住めないススキやチガヤが生い茂る草原、もしくは赤松の林だったのです。川越藩主松平照綱の命を受けた牛久保金左衛門と息子の牛右衛門は、寛文6年1666年水の村の開発を開始します。牛久保家の一族はもともと三河出身の武士でしたが、代々川越地域の大塚神殿、今福村、現狭山市域の堀金村といった川越藩主導の神殿開発に携わった一族でした。金左衛門と牛右衛門の代で現入曽地区水野村を開発することになりました。ススキの原野を農作物を育てられる田畑に改良することは大変な作業でした。その様子を古文書から見てみましょう。まずは近隣の村々から賛同してくれる人々を集めるところから始まります。参加したのは入曽村を中心とする近隣の村々の次男三男たちでした。開発の手順の詳細は不明ですが、背が高く伸びた草を刈り、
木を切り、砂利だらけの土地から土をふるい、不要な砂利を運び出して道に敷きました。残った土も関東ローム層の酸性土壌といういわゆる痩せた土地ですから、作物の栽培に適していません。枯葉などを混ぜて腐葉土を作り、時間をかけて土を改良する必要がありました。この枯葉を手に入れる雑木林も苗から育てなければいけません。乾燥するとローンの土は風で飛んでいってしまいますので、防風林などの風を防ぐための木を植えました。新田開発は漢字で新しい田んぼを開発すると書きますが、水はけの良い土地では畑しかできませんでした。作物は主に麦を栽培していたようです。生活のためには水を確保しなければいけません。用水路や深い井戸を掘る必要がありました。井戸は9軒で1つの井戸を共同で使い、畑の水は雨水だけが頼りでした。三富地域には武蔵野の足湯という逸話が残っていますが、あまりに水が乏しくて風呂を沸かす余裕もなかったので、手近に生えている蚊帳などを買って日陰に干し、それで手足を拭いて入浴代わりにしたといいます。昔の人々の生活がかなり苦しかったことが伺えます。土地の地割りは川越藩立ち会いのもと行われました。水野では長さ430メートル、幅36メートルと南北に細長い短冊状の区画整理が行われ、一番北に家を建て、南に向かって直線状に畑を開墾し、その先にクヌギやコナラなどの落葉樹を植えた雑木林を作りました。家の周りにはシラカシや竹、ケヤキを植えて防風林としました。雑木林や防風林などの苗木は川越藩が提供してくれました。畑と畑の間は土が風で飛ばされないように茶の木を植え、境木としました。この茶の木を京阪茶と呼びます。一説によると、この時植えられた京阪茶が後の名産品狭山茶の原点であるとも考えられています。こうして誕生した水野村の新田開発の跡が現在でも見ることができますので、ちょっと狭山市立南小学校の屋上を借りて見てみましょう。道に沿った細長い短冊状の畑とその奥の雑木林が列をなしているところが新田開発の地割りを残す部分です。新田開発当時から行われている雑木林から落ち葉を集めて堆肥を作る落ち葉堆肥農法は、現在でも三芳町や所沢市を中心に広く行われています。その歴史の古さから、武蔵野の落ち葉堆肥農法として日本農業遺産に認定されています。またこの農法は循環型農業として、生態系の保持や環境に優しいという点でも見直されてきています。近年 SDGs として国連が掲げる持続可能な農業を、江戸時代から現在まで持続できることをすでに証明している農法といえます。これだけの土地を開発する労力も大変だったと思いますが、さらには近隣の村々との争いごとという別な問題も開発者たちを悩ませました。水野の新田開発には、開発当初隣の入曽村から抗議がありました。これには入曽村の村民のための地割りがなされて解決しました。その後、入り愛地総論という争いも起きます。開発の対象となる原野はマグサバといい、馬の餌など草を取るための土地として利用されてきました。開発により多くの村々が利用しているマグサバがなくなるということで、多くの村々との争いになります。その他、村境をめぐる争いや用水をめぐる争い、
どのお寺に所属するかという争いなど、さまざまな争い事があったことを示す古文書が残っています。このように大変な苦労をしてできた水野の神殿開発ですが、この苦労を支えた人々の協力の証が今でも残っています。それがこの下水野の地蔵尊です。承久2年1685年10月13日に造立したとあり、松平照綱が開発を命じた20年後になります。後輩には開拓に関わった48人の名前が刻まれています。牛久保牛右衛門忠元が中心になり、入植した人の中でこれまで亡くなった人を供養するとともに、自分たちの現世と来世の安泰などを願って作られたと言われています。神殿開発から新しい村として落ち着くまで実に20年かかったということが伺えます。下水野の地蔵尊は狭山市指定の文化財となっています。下水野の地蔵尊は別名化け地蔵と呼ばれています。化け地蔵と呼ばれる理由は諸説ありますが、一説によると人々が願い事を頼むときに必ず荒縄でぐるぐる巻きに縛り、その願いが叶えられたときに縄をほどいてやるという風習があり、こういった習わしを見た人があれはお地蔵様が化けるから荒縄で縛っているのだと伝わり、化け地蔵と呼ばれるようになったと伝えられています。いかがでしたでしょうか。前編は現入曽地区にある水野の神殿開発について詳しくご紹介しました。水野村と名付けられた由来は、武蔵野に堀金の意もあるものと、嬉しくも水野近づけにける、藤原の春勢千載和歌集という古歌から水野と名付けられたと言われています。堀金の意のように豊かな水を育む村にしたい、そんな願いが込められている気がしますね。さて後編ではこの狭山地域の神殿開発についてもう少し掘り下げたいと思っています。実はこの堀金神社そのものも松平照綱の父知恵伊豆と呼ばれた松平信綱によって堀金村の神殿開発と同時期に社殿が作られているという神殿開発に大きく関わる文化財なんですね。これら松平信綱、照綱親子や柳沢義康といった人物にも焦点を当て、周辺地域まで視野を広げて江戸時代初めに行われた神殿開発の様子を見ていきたいと思います。後編もぜひご覧ください。